8月12日のウェーブ10周年オタク大会の、決定分カードの発表 と、大人のプロレスごっこのルールの説明を本日いたしたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。まずじゃあ、発表されているカードからいきます。レジーナ・ディ・ウェーブ、ウェーブ認定シングル選手権30分一本勝負、チャンピオン山下里奈対挑戦者よしこ、これは山下の初防衛戦になります。そしてデュアルショックウェーブ、ウェーブ認定タッグ選手権試合30分一本勝負、チャンピオンチーム、小宮山香織チェリー組対長浜広恵小林加穂、こちらも、初防衛戦になります。なお小林加穂、対談以来の初ウェーブとなります。で、野崎渚復帰戦、飯田美香宮崎幸組対野崎渚木月葵、野崎何年ぶり4年半ぶり4年半ぶりの復帰となります。はい。そしてスペシャル会員、これ後にします。ドキセクシーだらけのワイシャツカーニバルウェーブ、セクシーレスラーです。あ、ごめんなさい。ドキセクシーレスラーだらけのワイシャツカーニバルウェーブ決定選手、これでおそらく全員決定です。ナズスミレ、ハルヒモエカ、カオル、トヨタマナミ、下田美馬、藤田あかね、ユキヒマヤ、サキ、マキナツミ、高瀬美雪、ハイジカトリーナの11人で、ルールはもう少し後に発表させていただきます。今決まっているのは、バトルロイヤルということだけです。はい。バトルロイヤルで、通常通りのワイシャツ公式ルールで、場外に落ちたらセコンド陣が水鉄砲で水をかける。はい、以上です。あと、コミカルウェーブ、ウェーブにはなくてはならないコミカルウェーブなんですが、コミカルウェーブは、旧姓忍者乱丸、ハイビスカスミ、フェアリー日本橋、そして、復帰する、旧姓広田さくら対、マーベラスから桃野美代、あと門倉凛、他2名、あまりこうコミカルに馴染みのなさそうな若手選手をコミカルのフォーホースメンが餌食にしたいと思います。はい。で、今回あと参戦選手、メンズウェーブの方で、後藤の対戦相手に、ディック東郷選手と剣道家臣選手が決まってます。あと、もう1人ないし2人3人で、タッグマッチか6人タッグマッチになる予定です。で、今回、決定のカードです。大川専務のカードが、大川由美対飛鳥になります。はい、はい、どうぞ。はい。この間の7月2日の後楽園大会で、タッグのベルトを落として、でもしタッグのベルトを持っていればタッグタイトルマッチをする予定でしたが、落としてしまって宮崎さんに送られたのでそのカードがなくなり、その時点で次レジーナかなと思ったんですけれども、レジーナも、山下が取りよしこと対戦することが決まり、じゃあ何をしたらいいのかと、10周年で意味のあるカードということで、誰かやりたい選手とやるっていうのは違うなと。10周年、ウェーブの10周年、旗揚げ10周年ということで、やりたい選手とやりたいんじゃなくて意味のあるカードということで、私は、旗揚げから、ずっと10年間いまして、そこに生え抜きのアスカ、この時でアスカはちょうどデビュー2周年ということで、まあいいかなと。ウェーブの、まあ、私は旗揚げメンバーで、飛鳥は耐え抜き選手ということでこの試合をやろうかなと思いました。はい、はい、以上です。はいはいはい、はい、まあ私の中でも大川にはちょっとウェーブの中だけで、ウェーブの中だけでっていうか、ウェーブの選手で10周年のカードをやってほしかったっていうのはあるので、まあ負けてちょうど良かったかなとは思っています。いや、はい、いやいやいや、はいはい、まあ意味のあるカードだと私の中では思ってます。はい。いや、これは意味のあるカードにしていただきたいと思います。はい。じゃあ、
ペシャルカーニバルウェーブ大人のプロレスごっこ、ガミ対長吉草。こちら大人のプロレスごっこのルールといたしましては、5分3ラウンド、14時半第1ラウンド、これはまだ後でいい、はいはい、と、でやっていきたいなと思っております。それでは、ガミスの方から、これ全部言ってください。これ言っちゃっていいですか。明日の業務、はい、明日の業務に差し替える激しいことはしない。特に激しいと判断したものに対してはレフリーのカウントが入る。で、勝負は一応通常ルールで決まるということになります。はい、はい、大丈夫でしょうか。よろしいでしょうか。はい、素敵なルールだなと。明日の業務に差し支えないっていうのは、はい、今までやったことがないので、はい、でも いつも最近は電流爆破マッチとかかなり 2,3 日響くようなことばっかりをやってたので。そうですよね、そうですよね、はい、そうなんです。次の日すっきり起きれるぐらいな感じでやれたらなと思いまして。もう素敵な、あと5分3ラウンドというのも、はい、なかなか心に響いて、はい、はい、激しいことをするとレフリーのカウントが入るというのももちろん初めてのことで、はい、これを果たしてやれるかなと。ちょっと逆に激しくなってしまうかもしれないということですね。ちょっとだけこれは激しく攻撃した方が反則を取られるってことですか。そうですよ。ああそうです。だからエルボーガンガンガンとかやったらもうレフリーがワン、ツー、スリー、フォーで、はい、思いっきりサソリ固めとか決めたら反則を取られるんです。これギブアップ、じゃあ例えばその取れないじゃないですか。例えば蹴ったりとかするじゃないですか、はい、痛いって言ったらこの辺パーンと蹴ったりとかするじゃないですか。もしその時にもう反則負けかもしれない。あ、難しいプロレスですね、はい、これね。なので結構レフリーのやっぱりブラインドをついたりとかのテクニックが必要になるかもしれない。あ、なるほど。じゃあそれめっちゃくちゃ練習しておかなきゃダメですね。そうですね。いやでも多分大丈夫です。レフリーもだいぶ目はつむってくれると思うので。あ、本当ですか。はい、まあ、自分のところは人形があるんでちょっと人形相手に練習をしようかなと思います。はい、あ、いいですね。うちはなんか激しいレスラーしかいないので誰にも相手になってもらえなさそうです。もうはい、まあ、とにかくスローモーション、あ、この後説明します。はい、3ラウンドなんですけれども、はい、1ラウンド目、3ラウンドこれも続けて行うわけではなくて、はい、全部長い休憩が入ります。あ、1ラウンド目が、14時半の会場中にやります。なのでこれが見たい人は早く来てください。会場は、1時半に1時半から会場なので会場して1時間後にやります。ということは、はい、続けてやらないということは体をもう一回温め直さなきゃいけないということですよね。要するにそう、そんなでも そこまでそんなに激しいプロレスごっこなんでいけないので、はい、そういうことはしてはいけない、はい、もうゆっくり、もうゆっくりです。もうゆっくりもうスローでいいんです。はい、分かりました。はい、もうお互い結構なもう年齢を、あ、そうですね、もうババアですからね、はい、もう重ねてしまってるので、はい、もうここはゆっくりとで、はい、第1ラウンドが14時半からです。14時半から。第2ラウンドが、はい、休憩時間中にやります。で今回ちょっと大きな大会ですので休憩時間20分ぐらい取ろうと思うので休憩10分超えたあたりから、はい、5分間5分間で、これだけ激しいことをやるのをやめましょうって言ってるんですけれども、はい、どうしてもこれはもう私の30年代の夢なので、はい、長谷さんとシングルっていうか1対1で戦うだけじゃもったいない、はい、なのですいませんダンプさんとザップ呼びました。なのでこの第2ラウンドだけタッグマッチでお願いします。呼びましたかダンプさんとザップ。ダンプさん空いてるっていう、はい、どうしても出たいと、ということは、自分とガムさんが組むんですね。組むんです。はい、私ライオネル役です。あ、じゃあしゅじゃあなんかその当時のなんか格好かなんかしますか。え、それはいいです。あ、それはいいですか。いいんですか。もうこれしかできないですから、ね、いや、いいんです、いいんです。これ以上できないですから、ね、いいんです。そこ、クラッシュゲームズになりたいわけじゃないんです。そ、違う、それソウルとは違うんです。はい、いいですね。組ませていただいてもいいですか。もうこの日にもう全部集約しないともう私の人生が終わってしまうんで。あ、わかりました。いいですか。はい、わかりました。タッグマッチで、長谷さんと私が組ませていただきまして、はい、ダンプ松本さんとザップ T です。はい、これも
このルールにのっとって。はい、頑張ります。のっとってくれるかどうかはちょっと分かりませんけど、はい、はい、って感じです。あと第3ラウンドが後半のセミより前にやります。あ、セミファイナルの前に、はい、さすがにセミの位置に行くのはちょっと、そうですよね、あのセミファイナルをちょっと邪魔したくないですよね。そうですね、はい、なのでここで、で第3ラウンドであのスローモーションを、そこでスローモーション、そこでスローモーション、多分開始、2分目ぐらいから、これいきなり入るとちょっとお客さんがわからないので、はい、開始2分目からあの出会いはが流れます。わかりました。じゃあそこからがあの難しい、そこからが一番技術の難しいところなので、はい、あのまだあの2階の地に。わかりました。あのこれであの自分もいろんなプロレスやってきたんですけどあのこれをやるとまあそろそろ全部やったかなと。いや、まだまだいろいろあるんですよ。何ですかそれ。ワイシャツマッチとか、あ、床がマッチとか。あ、でもそれはあれですよね、あの若い人たちとか可愛い女の子たちの、そうです、そうです、まあ限定じゃないですか。まあだったら女の子たちがあるんだったらいつかあのイケメンとされる、あ、イケメン、あ、そうですね、やってください。自称イケメンの水波とか、あ、アヤナ、アヤナとかパーメラさんのイロハさんとか、ああ、なんかそういうのやってた。ちょっとイケメンたちを集めた何かもそのうちやりたいですね。あ、お願いします、はい、仕掛けてください、お願いします。でもこれあの本当にあの意外と普通のプロレスのルールよりもある意味電流爆破よりも全然難しいルールなのでちょっとやりがいを感じてます。ありがとうございます。感じてます。ありがとうございます。じゃあどこまで自分がやれるか。ただあのそのダンプさんとザップティーさん、はい、なんか想像つきますね。やられますよ。あ、もう散々やられてきたんで大丈夫です。本当ですか。自分嫌いなんですよ、はい、大丈夫。三発マッチまでやったんで大丈夫。あ、本当ですか。はい、髪切りマッチじゃないです、あれは三発マッチです。本当ですか。はい、悲壮感全くゼロの髪切りマッチでしたね。自分今髪の毛あんまり切られたくないですよね。私もちょっともうここまで伸ばしたんでちょっと切られたくないですね。ですね。でもあいつ持ってくるかもしれないですよね。はい、逆にやり返します。そういう場合はあのレフリーがストップ入るとかそういうことってないですか。そういう時はあのセコンドに頼んでレフリーにブラインドついておきます。あ、大丈夫です。意外とやばいんだ。やばいこといっぱいあるんだ。 でも5分なんで、はい、5分しかないんで、はい、大丈夫です。絶対大丈夫です。はい、頑張ります。久しぶりのはい、オタク、オタクよろしくお願いします。はい、ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。3ラウンド制ってことですか。これ勝敗は全段と別々ということですか。あのすいません、大人のプロレスごっこに勝敗とか関係ないです。まあ、ない、はい、じゃあもし1分とか2分で、まあ、プロレスルールで決まってしまった場合もあると。あの1ラウンドで、まあ、決まってしまっても全部やります。全部やります。いや、ダンプさん出てこられへんとか絶対クレームくるもんなって。ギャラだけ払わなあかんやん。勝敗がついても全て3ラウンドをやりますということで、はい、はい、じゃあ他にはありますか。はい、すみません、ダンプさんは久しぶりのリングなんですけども、はい、あの長野戦に向けてどのような連続できるか。私ですか。もう 今ここで発表しますけど、私今ちょっとガミザップっていうのをやってまして、あのちゃんと2ヶ月間で体を現役時代ぐらいまで戻そうという大ザップのパクリみたいなガミザップっていうのをちゃんとあのパーソナルトレーナーをつけてやってます。もう2週間、今日で3週間よ。3週間で6キロ落ちました。何キロから何キロに落とす予定ですか。それは言いません。それは言いません。11キロ落とします。11キロ。半端やな、数字が。はい、15キロ落としましょう。いや、そんな質問。落としましょう。いや、11キロでいいです。15キロ。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。他には何かありますか。長谷選手はいかがですか、今みたいな。あ、自分はあのオリンピック選手をもうあの、オリンピックの安藤さんって言って、あの重量上げのウェイトリフティング あのジムで、これ体作り直さなきゃいけないということでですね、あの本格的に本当に何十キロとかっていうのを上げたりとかしてるんですけど、それあんまりしない方がいいですよね。あ、でも全然やっていただいて大丈夫。私5キロとかのダンベルですよ。あ私5キロとかですよ。自分たちはあの
15キロプレートとか20キロプレートとか。ああ、もうそんなんやらないです、やらないです。だからそれをやると今度当たりがちょっと強くなったらそこで反則になるじゃないですか。だからちょっとひょろっとします。なんとなくひょろっとしておきます。あ、はい、お任せします。大丈夫です。もう当日までちょっと楽しみにしてます。そうですね。ただすごくこれもあの書いてほしいんですけど、今この現役の選手がこうビヤーって出てますけど、多分なんですが、私多分一番目立てる自信があるんで、現役の選手は私より目立ってほしいなと思います。なるほど、まあ、いろいろとあれですね、間の面白さとか、はい、そういうのですよね、はい、私に勝てるものなら勝ってみろっていうのが本心です。頑張ります。頑張ります。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、いきます。もう一枚いきます。はい、お願いします。はい、めちゃくちゃのウェイトリフティング通ってるんですけど今。あ、私は普通のおばちゃんのライザーと思ってます。もう一つ、10周年の、決まってるカードです。水波亮、大畑美咲のアビットリバル対、藤本司中島有沙のベストフレンズ、この試合を、オタク体育館でやります。でそれに伴いまして、佐藤さん説明してください。はい、それに伴いまして、8月ですね、8月24日、シードリングの後楽園ホール大会、8月27日アイスリボンの後楽園ホール大会、この3大会で同一カードでの対戦を行うこととなりました。こちらの方は、ウェーブさんの方から、大田区にこのカードをやりたいと、いう要求がありまして、話し合った結果ちょうど、8月にシードリングアイスリボンと後楽園ホール大会があって、そちらでも、ベストフレンズと、が、まあ、素晴らしいタッグだと思ってますので、それに対応するような対戦相手を考えていたところ、このようなお話の中で、では3大会同一カードで行おうということになりました。はい、ということで、いいですかね。はい、私の方もウェブさんから打診がありました。この世代、この年齢だったりキャリアだったり、勢いだったりが、まあ、差異はあると思うんですけれども、まあ、同じ世代のくくりとして誰が飛び抜けるのか、どっちのタッグチームが飛び抜けるのか、そして8月に3回同一カードを行うというのは、まあ、ある意味試されているというか試練というか、そうじゃなくて逆にそれを利用して飛び抜けるチャンスでもあると思うので、そういうレスラーとしての力、そういうものも、見てみたいなと思いましたので、こういう、3回の試合に同意しました。期待しています。はい、大田区っていうすごい今年最大の女子プロレスのビッグマッチ、はい、と、まあ、シードリングで、はい、アイスリーボンって多分団体の多分大会のカラーが違うの で、 そうです、ね、同じカードでも多分それぞれが違うものを見せてくれるんではないかなというような期待をしてます。まあ、ウェーブだからといってあのコミカルになることは多分ないと思うのでそこは大丈夫です。バッチバチです。どうぞ。はい、はい、まあ、今回このタッグマッチを希望した理由についてなんですけども、私は6月のウェーブ後楽園ホール大会までレジーナになる可能性があって、で、まあ、水波も7月までどうなるかわからないっていう中で、私はずっと、まあ、大田区にお客さんが呼べるカードだったり、お客さんが望んでるカードってなんだろうっていうのをずっと考えてて、まあ、それがシングルになるかタッグになるかっていうところだったんですけども、水波は今回、まあ、ベルトを落としまして、やっぱりじゃあアビリバでやりたいなと思って、このカードを希望しました。で、まあ、希望した理由としては、今
まあ女子プロ界の一ではないですけど、タッグといえばベストフレンズみたいになってるんですけども、まあ、確かに結成当初アビリバはベストフレンズに負けてるんですけども、そのベストフレンズに負けたアビリバのままの印象を残したくなかったので、はい、今回リベンジを望んで、希望しました。はい、はい、プロレスリングウェブの水波亮です。先日のレジーナ戦で、タイトルを落としました。本来ならばレジーナのままオタク行く予定でしたが、まあ取られたのでそれはそれで、じゃあ10周年どうしようと思った時に、ウェーブの10周年でもあるんですが、自分も7月で、サイドビューをして10周年になるので、そういう区切りな時なので、その時にやるカードってものはすごい気持ちが入るものなんで、そう考えた時にやっぱり大畑と組むっていう風に大畑からも言われて、そして対戦相手にベストフレンズっていう風なカードを2人で相談してやりたいっていう風になったんで、まあ今大体同じぐらいのキャリアですけど、今が一番自分ら美味しい、とても食べ頃な選手たちだと思ってるんで、タッグチーム同士の戦いでもあるんですが、4人それぞれの1人ずつプロレスラーとしての戦いっていうものをこのカードでやりたいと自分は思っておりますし、ベストフレンズはそういった意味も込めて超スーパーウルトラ最高な対戦相手の方だと思うんでね、そういう風な戦いをやっていきたいと思います。そして、自分と大畑今までウェーブを引っ張ってきたっていう自負がとても強いので、11年目のウェーブ、そして11年目の水波、そして私たちアビットリバルってものの、新しいスタートというものをこの戦いで見せていきたいなと思っております。以上です。はい、まあ、長いことウェーブには関わってなかったので、今回声がかかったことにもすごくびっくりしましたし、意外だったんですけど、まあ、そういうところがベストフレンズのブランド力だなっていうのを改めて実感しました。そうですね、対戦について、まあ、今回3回ですね、あの同じカードで続くということで、まあ、3回全部勝つっていうのはまず大前提としてあるとして、まあ、7月からですね、7月のあのシードリングの後楽園ホールからベストフレンズの試合っていうのはまあ連戦になっていくので、全て勝ってですね、あの飛び魚のようにあのいろんなリングを、なんで笑ってんの飛び魚のようにリングを飛び回って、その女子プロレス界の夏をベストフレンズが制したいなと思います。はい、大畑さんと水波さんの印象は、まあ、ウェーブの顔にはなりきれず、外に発信しよう発信しようって頑張っているんですけれども、それが報われず、いいタッグなのにすごいもったいないなという印象が私の中には正直あります。なので今回ベストフレンズと、対戦ということで、まあ、それが外に発信していくいいきっかけになると思うので、私たちとしてはすごく楽しみですし、まあ、1回やってますから、うん、その時にきっちり私たちは勝っているので、こうやってもう1回やりたいって言ってくれたことに関してはすごくありがたいですし、大田区っていう場所でもう一度この対戦ができることに関してはすごく嬉しいので、まあ、ベストフレンズとしては飛び抜けて、夏を制したいと思います。シュクロさん何かないですか。ではアビリバの2人に3連戦という形でいかがでしょう、はい、一言ずつ。まあそうですね、3回1ヶ月以内に3回同じカードをやるっていうのはとても珍しいと思うので、それは楽しみなんですけど、まあスッカがさっき言ってたようにアビリバはウェーブの顔になりきれてない、まあ確かにそうだと思います。まあ外に発信、外に対する発信力もないっていうのもそうだと思うんですけども、別にベストフレンズとアビリバが対戦したからといって外に発信されるわけではないと思ってます。別にベストフレンズも
自分たちの団体内だけで盛り上がってるだけであって、ジャブウェーブにその噂が流れていくか、他の団体に自分たちが関係ない団体に呼ばれるようになるかっていったらそうではないと思うので、そこに関してはちょっと否定したいと思います。はい、3回ねやるってことで、いろんな団体で、できるってことはまずさっきも言われてたんですけど試されてると思ってるし、でも逆にチャンスだと思ってるんで、その3回とも全部きっちりこっちが掴んでやってやろうって思ってますし、あとトビウオって塩焼きが一番美味しいと思ってるんで自分の中で。へー、詳しいね。だから、まあ、順を追って塩をね塗り込んで、で美味しく炭火で焼いたいな焼いて食べたいなっていう気持ちで美味しそうだなって思いました。捕まりません。でも網でさって飛んでるとこさってやってやるから大丈夫だよ。何が大丈夫なんだろうか。はい、じゃあ早速両チームに伺いたいんですけど、やっぱり女子プロレスのタッグ頂上決戦の意味もあるんですけど、自分たちのタッグの強みみたいなのですか。やっぱりそうですね、まあ、結成当時からだと思うんですけど、それぞれシングルプレイヤーだと思います。で、まあ、お互いですか、団体の、まあ、一枚看板っていう、一枚看板だった2人だと思うんですよ。なんで、まあ、それぞれ強くて組んだらさらに強いっていう感じですかね。まあ、アビリはやっぱり二枚看板で、何ですかね、2人で1つというか、うちら1つと1つで成り立ってるんで、まあ、そういうところは強みかなと思いますけど、はい。そうですね、ベストフレンズの強み、なんかベストフレンズが出ること自体がなんかラッキーって思って、お客さんにとってはラッキー、ベストフレンズが出るんだラッキーっていうふうに思ってもらえることだと思います。はい、強み、はい、強み、そうですね、まあベストフレンズとは全然違うところですかね。まあ、さっき言ってたように、まあ、一人一人シングルプレイヤーで一人一人が強いかもしれないけど、それって別になんかことこうなんですよ。フュージョンできないんですよ、ドラゴンボールでいうと。自分たちのその気の高さを合わせないとフュージョンってできないんですね。それがベストフレンズにはできない。でも私たちは、まあ基本私がですけど、合わせて一つになることができるんです。それがアビリバの強みかなって思います。あとなんかそれぞれ団体の一枚看板だったって言ったじゃないですか。もうそれが現れてると思うんですよ。中島はシードリングに移籍してからもうすっかり影を潜めてるなって、それは私も思いますし、全然噂聞かなくなりましたし、お客さんも気づいてることなんじゃないかなと思うんで、はい、最近つまんなくなったなって思います。はい、ではただ一つ、お互いの信頼関係、絆の強さ、アビトリバルはそこだけだと。それがどのタッグチームもありそうでないというか、それがあるからゆえにいろんな技ができたり、大畑の受けの強さがあっての自分の攻撃力の強さがあってというか、そういうものがあると思うので、自分は一番はそこだと思ってます。質問ないですか。まあ、ベストフレンズさんは今日ご質問でいらっしゃってるんですけれども、その意図というか、なんか思いあるんでしょうか。まずウェーブさんに、ベストフレンズとして出るのが初めてだったので、まあ、私たちが何者かっていうのはこのコスチュームを着たらすぐに分かる、目で分かる
ていうことがまあ一番ですね。あとはまあ気合の入れ方がこの服装です。ありがとうございます。先生お願いします。はい、行きます。雨かいます。あ、すいません、質問が来ました。あ、座ってください。あの昨今のプロレスラーのね、あのタッグマッチとかタッグ選手の試合を見てるんだけど、なんかさ、あの綺麗にまとまりすぎて面白くないんだよね。でも言いたいことあったらはっきり言った方がいいんだよ、うん、だってそのため の会見だから。なんか綺麗事じゃなくって、おめえのここが綺麗だからここ潰すよとかさ、お前ら認めてねえよとか、もっとはっきりやった方が面白いよ絶対。腹の中溜めて、あーってこういうふうなこと言えばよかったじゃなくって、それ言っちゃな、やっちゃないよ。いや、それではどうぞ。どうぞ。私はもうさっき、はっきり言ったので、私も言い返したいことについては言ってるんですけど、なんか今日おとなしい、おとなしいなって思います。いつの間にそんなに大人になったの。大人にももちろんなったんですけど、何に対して、この影を潜めてるって言われたんですけど、はい、まあ、それに対して、いや、それは自分の中で予定通りなので。予定通り影を潜めてる。そうですね。それでどうするの？あの、自分の中でも、何ですかね、この進むべき道筋っていうのができているので、そうですね、私はまあ誰からどう評価されるかとか、今こうだからこうなんじゃないかとか言われても、そういうの別に私関係ないんで、誰かのためにプロレスやってるわけじゃないし。でもさ、自分の中でやりたいことっていうのが今あるので、なんか周りの評価気にしないとかさ、うん、自分のためにやってるとか言ってるけどさ、うん、目指すのはオンリーワンじゃなくてナンバーワンみたいに言ってるじゃん、うん、それって周りが評価することなんじゃないの。周りに、それは結果として出るものだと私は思ってる。周りに届かなきゃ意味ないじゃないの。もちろんそうだと思うけど、でも自分自身がやりたいこと絶対にこうだっていう信念を通した中で、それっていうのは生まれてくると思うので、あ、これをやったらこの人はこうやって評価してくれるかもしれない、面白いかもしれない、受けるかもしれないっていうものを選んでやっていくことをもうやめたいなと自分の中で思ったので。なんていうか、今までそれやってるようにも見えなかったけどね。やってたんです。なので自分で納得できないことをもうやりたくないっていうのが一番あります。血の気が盛んだなって思いますけど。血の気が盛んって言う、血の気盛んに行こうよ、もうちょっと若いのにお前ら全員20代やわ私はやるんでしたら、やるんだったら3回もやるわけじゃないですか、うん、ただ3回やってはい終わりましたっていうのと全くやる意味がないと思うので、なんかもっと大田区を盛り上げよう、もっとシードリングの後楽園を盛り上げよう、もっとアイスリボンの後楽園を盛り上げようっていう、そういう気持ちがなんかない気がします。何のための記者会見なのかなって。別にこれだったらコメント言って、あの試合こうなりましたって言えばいいだけだから、もっとなんか、あ、この試合見たく なったみたいなのを言えばいいんじゃないかな。怒ってるわかんない。もし私がアイスの後輩たちが普通に頑張ります、見に来てくださいって言ったら、そんな会見しなくていいって思うから怒るけどな。南さんはどうなのかな。じゃあ具体的にどうすればいいってこと？え、でも具体的に何、じゃあ具体例で言ってください何なんかさ、そうやって他人事
みたいな感じで言われてもさ、じゃあさ、自分がさ、こうやってさ、大田区出ますってなった時にさ、じゃあそれ今言った言葉、あ、コメントみたいなことが、うん、藤本がもっと見に来てほしいって思ったことってこと、思わせるね、思わせることっていうのはそういうことってこと。最初のコメントが、通貨が言ったコメントが、大田区をよりお客さんに楽しんでもらえるように、見に来てもらえるように、興味がもら持ってもらえるようにって言った言葉なの。そうですね、私がキャッチボールをして投げて、それに対してどんどん返ってくるかなと思ったんですよ。だって言われて嫌なことを言ったので。ああ、嫌なこととかってさ、それ人それぞれじゃん、捉え方なんて。じゃあ別に嫌なことじゃなかった。自分はすげえありがとうって思ったの。そうやって、そういう風に見られてることを自分には教えてくれたって思っちゃったから、嫌なことなんて思ってないよ。だったらもうちょっと、もっと嫌なこと言ってほしいって思ったけど。じゃあ水波さんは鈍感だから、もっとこれから言った方がいい。そうだね、言ってくれた、毎晩 LINE くれた方がいいね。毎晩 LINE、 毎晩 LINE ちょうだい。それ今日はこんなんでしたって、ありがとうって思うから。分かりました。じゃあこれから毎回水波さんの、行動を把握してっていうことでよろしいですか。やってください、それを教えて。全然なんか嫌だって思わないし。じゃあ、 あのさ、 LINE だとさ発信できないから、ツイッター上でやってくんない。それあんまツイッターの使い方よくわかんないから、普通に LINE の方がいいじゃん。そんなんだって LINE なんか外に発信できない。なんかちょっとこちらかってちょっと、はい。はい、というわけで、8月12日、はい、大田区大会の、ウェーブ10周年大会の記者会見をこちら。あ、じゃあ最後はもう一回おさらいします。すいません、はい、おさらいしましょう。大川由美対飛鳥、水波亮、大畑美咲対、中島ありさ、藤本司、メンズウェーブが、後藤がらみのカードでディック東郷選手と剣道家臣選手が参戦、レジーナリウェーブ、ウェーブ認定シングル選手権試合30分一本勝負で、山下里奈対よしこ、デュアルショックウェーブ、ウェーブ認定タッグ選手権試合30分一本勝負で、米山香織チェリー組対長浜博恵小林香穂、野崎渚さん復帰戦、飯田美香宮崎由紀対、野崎渚木月葵、スペシャルカーニバルウェーブ大人のプロレスごっこ、ガミ対長与千草、これは5分3ラウンドです。ドキセクシーだらけのセクシーレスラーだらけのワイシャツカーニバルウェーブ、夏すみれ、春日萌香香る豊田真奈美下田美馬藤田茜雪日麻也咲き牧夏美高瀬美雪ハイジカトリーナ、こちらはバトルロイヤル形式で行います。そして、コミカルウェーブ、旧姓忍者ランマルハイビスカスミ旧姓広田さくらフェアリー日本橋組対白光、桃野美桜、門倉凛、あともう一人誰かですね。はい、とあと残りは、浜田彩子のカードがまだ決まっておりません。それはまた後ほど、発表したいと思います。そして、ベーストフレンズ対アビットリバルの、3番勝負と言ってるんですが、3番勝負とはちょっとニュアンスが違う感じです。プロレスリングウェーブが8月12日、大田区総合体育館大会、シードリングが、8月24日木曜日、後楽園ホール、アイスリボンが8月27日日曜日、不思議の国のアイス後楽園ホールで、第 3番勝負というか、ベストフレンズ対アビットリバル同じカードを3回やります。こちらはお問い合わせは各大会主催者にお願いいたします。はい、はい、以上です。ありがとうございました。ありがとうございました。